皆さんこんにちは、ミックです。私は今台湾の新台北市にある仙洞湖というところに来ています。このね、後ろに見えてると思うんですけど、茶畑と湖が見えてるんですけど、今回は台湾観光局さんとのタイアップで台湾のお茶を巡る旅をしていきたいと思います。イエーイ。お茶大好き。台湾のお茶美味しいからね。2泊3日かな。そう、2泊3日でお茶の作る過程を知ったりとか、お茶を飲んだり茶器を見に行ったり、そんな旅にしていきたいと思います。それでは台湾お茶の旅スタートです。よし、行こう。ちなみにここの仙洞湖、この湖の水が台北の水道を支えているそうです。多分これが茶畑に植わってるお茶でしょ、うん、ここでは奉仕茶っていうのが植えられてて、あの東方美人茶を作るお茶です。のね、仙洞湖から移動してこちら台北ズーステーションにやってきました。今からロープウェイに乗って猫空マオコンステーションに行きます。请选择之故请取票谢谢。これがチケットです。にも人気だよね、猫空って。ちなみにこの猫空のロープウェイがある台北ズーステーションの台北動物園も面白い。うん、面白かったね。行ったことあるけど。これクリスタルキャビンって何？あの床がね、透明のやつ。え、これがいいじゃん。ね。あ、買ってないのそれ、クリスタルキャビン。値段変わらない。値段は一緒だ。値段変わらないって。値段は一緒で、ただ台数が少ないから待ち時間がちょっとかかるらしい。あ、でも今日空いてるから大丈夫そう。なんかちょっとだけあの嵐みたいなそんな天気なんですけど。あ、楽しみ、ロープウェイ。2位、2位。怖くない？もう全然全然怖くないよ。あ、怖くない？いや、結構ね、揺れた気がするよね。全然怖くない。僕はなんか急にここからスタートですみたいな感じ。なんかあのクリスタルキャビンは、なんか5人乗りとかしないといけないっぽかったから、普通のに乗ります。結構高いよ。嘘。275m だって。早い。早いっていうかなんかね。おお。怖っ。うわあ。ちょっと待って。うわあ、すごい。結構楽しいよね。楽しい。そう、あの今日ね、あの言ってなかったんですけど、台北に着いたのが1時ぐらい。1時半とか。1時半ね。うん、なので今ね夕方です。なんか猫空ではなんかご飯食べたり、あとなんか新しいお茶を使ったバーがあるらしくて、そう、それをね楽しみに来ました。え、すごい、あっち見て、あいにくの天気ですけどでもあの多分天気良かったら奥に台北101とか見える、ね、うん、見えるわ。雨すごい
今回の台北ずっと雨マークなのでね、明日も雨なのかな。でもまあお茶飲むのに雨とか晴れとか関係ないからいや初めての猫をするの楽しみだな。お腹空いてきたね。え、どんな感じ？休憩みたいになってるの？ちょっと、ああ、まあ雰囲気似てるかな、うん、猫いるの？猫いたかな、いたようないなかったような。101が若干見える。本当だ、雲にかかったりじゃん。さあちょっと散策しよっか。散策しよう。なんかね、あっちがメイン通りっぽいから。あっち、うん、行ってみよっか、うん、すごい夕方でも結構お店開いてるんだね。ね、お腹空いたよね。お腹空いた。あ、私これ食べたい。猫のソフトクリーム食べる、うん、ゲット。私これ食べたかったの、猫そらって調べてて、うん、マオコンウーロン茶のアイスクリーム。うまい。ウーロン茶の味するよ。ちょっと。あ、うまいわ。ね、美味しいでしょ。美味しい美味しい。アイスクリームデリシャス。いや、本当アイスクリームデリシャス。説得力がある。うん。おすすめ。あとね、こういう感じで高山ウーロン茶とか小さな缶でお茶買えます。これも石棺の。で、奥で座ってアイス食べることもできます。さっきのアイス美味しかったね。美味しかった。びっくり。あの、想像以上に美味しかった。今からね、お腹空いたので、マオコンで夜ご飯食べます。今から行くレストランは、まあ、なんかお茶の葉のチャーハンとか食べれたりするレストランだそうで、お茶尽くしでやっていきたいと思います。ロンメンレストラン。ロンメンレストランです。入ってみましょう。すごい。ドリンクメニューからもう1ページ目がもう全部台湾茶だ。何のお茶飲もうかな。ご飯はなんか美味しそうなのある。せっかくならね、お茶の葉使ったやつ食べたいけど、ね、うん、え、何、美味しそう。何あるんだ。あ、ほら、鉄管の饅頭。ほら、茶葉チャーハン。え、ティーオイルヌードルとかあるよ。いや、面白い。これ食べたいくない、ね、せっかくなら。ましたじゃーん。一番最初に来たのはスイレンの炒め物。あのね、スイレンめっちゃ美味しいんですよ皆さん。日本じゃね、はい、見かけないと思うんですけど、スイレンめっちゃうまいよね。はい、スイレンすっごい美味しいです。いただきます。めっちゃ美味しそうじゃん、ね、あ、美味しい。生姜が効いてんね。うん、やっぱスイレンうまいわね。次に来たのが茶葉チャーハン。色味がさ、ほら見て、うん、本当だ、ちょっと緑っぽい。そう、うん、特に茶葉の匂いはしない。うん、普通に美味しい。だからさ、普通のチャーハンよりあっさりしてる感じしない？うん、お茶の葉感じる？
なんかふわっと。美味しい、チャーハンめっちゃ美味しい。鉄観音茶、ここの名物です。いただきます。おいしい。おすごい。おこれがお茶の香りです。うわ、トロトロじゃん。トロトロ、角煮みたいなことだよね、うん。これ絶対美味しいじゃん、これタレ、ちょっと追加しようタレ。美味しそう。スープ、これもこのお店のおすすめ。うまい。うわ、鶏のさ、想像つくでしょその味。なんかさ、水筒に入れて持ち歩きたいよね。ここ美味しいね、このレストラン。うん、すごい美味しい。マオコンニフタおすすめ。本当におすすめ。めっちゃ雰囲気いいね。ね、開放感すごい。で、これがなんかベルカムドリンク。ベルカムドリンク。あとはなんかお茶のカクテルを飲みました。Step outside.猫空から帰ってきてホテルにチェックインしました。簡単にね、ルームツアーしたいと思います、はい。このホテルはミッドタウンホテルって言ってシーメンの近くにあります。今回ね、ホテルがすごくいろんなところ高くって、それでこういろいろ安いとこ探したらここを見つけてたんですけど、あんまり期待してなかったけど結構いい感じ、うん。部屋広いし、ちょっとした机とかもあったりとか、バスルームがトイレとね、洗面台が一緒なんですけど、ちゃんとね、ここにシャワーがあるんだけど、まあ、ちょっと湯船タイプっていうか、ちょっと深めの浴槽があります。いい感じ。こちらに2泊泊まります。じゃあね、まだ今8時半とかなんですよ。で、まだね、全然そう、夜もね、始まったばかりじゃないですけどまだ全然時間あるから、ちょっとこう夜市行ったりとか、ちょっと散策したりとかしたいと思います。はい、じゃ行きましょう。見て、ホテル出たらすぐあそこが正門茶やね。
到着。到着。南騎乗夜市。じゃあ行ってみましょう。まあここはね、一回動画でも紹介したことあるけど、水餃子美味しいところあるね。ここはね、なんか観光夜市じゃなくて、本当に地元の人がご飯食べに来る感じ。そうそう。ほら、こういうなんか饅頭、ミニ饅頭とか、あとスープ、美味しそう。なんか飲み物買ってから水餃子を食べに行きたいよね。ああ、そうね。台湾夜市の王、タピオカミルクティー。え、嘘。え、ここにしてみようじゃ、ね、黒糖タピオカ戦争ミルクティーってある。黒糖戦争タピオカミルクがいい。これね、見て、三つ星取ってる。なんか本当だ、タピオカで2022年え、最近じゃん。ゲットしました。黒糖戦争タピオカミルク70元です。70元。まずはちょっと水餃子食べ行こうかね。あったあった。あ、ちょっと座れそうじゃん、ね、ここです。結構ボリューミーだけどあっさり食べれるよね。うん、サンラータンが美味しい。うまっ。この感じ。お塩が効いてて美味しいよね。うん、パクチー入りだけどパクチー抜きも多分できるよね。できる。水餃子はちょっと食べかけだけど、中に豚肉と白菜がめっちゃいっぱい詰まってます。ホテル戻ろっか。はい、今日は寝ましょう。はい、電話終了です。おやすみなさい。おはようございます。 Day 2です。車でね、1時間ぐらい来たところ、桃園に来ました。今、お茶の工場にやってきました。今日は最初は、お茶の工場内をちょっと見てから、イングの方に行きたいと思います。
茶頼んでいました。カフェで赤玉でお湯を入れてから40秒蒸らしたらもうすぐ飲めるらしい。あとこれがお茶工場のブラウニー。お茶のブラウニーってこと、うん、面白い。美味しい。赤玉の紅茶大好き。前赤玉の工場にも行ったよね。あ、行った行った。日月だ、うん、お腹空いた。朝ごはん食べてないから。うん、美味しい。ほんのり紅茶の味する。この後お土産見て帰ろう、うん、なんか結構良さそうな、なんかお茶パンいっぱいあった、うん。じゃちょっとお土産見て帰りますか。わ、これあれだよね。これあれちゃう。すごいね。カリカリってやるんだよね、自分で。あ、これコーヒーもあるんだね。あとはこういうなんかちゃんとした缶に入ってるのも売ってます。かっこいいね。うん。ブラックティー。ここのお茶だ。350元。あ、菊のお茶。あ、戦争茶。この。戦争茶って、あの戦争ゼリーのやろうね。ティーパックになってる。で、いくら？160元だ。あの、実はあのこの、この入場チケットの100元分がここのお土産屋さんで買えるから、ね、かこれを使えば戦争茶60元で買えるってことだ。本当よね。え、いいね、これ、うん。じゃあこのチケットを使って、この気になった戦争茶を買ってみます。久しぶりやね。そう、ここすごい好き。街歩きしながらご飯食べましょう。はい。で、こんな感じでね、こう道の両端にいろいろ小さなお店あって、台北からも、ね、電車とかバスとかで、そう、電車で来れる。結構ね、リングは日本人の観光客の人もね、こう茶器とか陶器をね、うん、求めにやってくる場所です。楽しいよね、うん、結構ディープな台湾。これ見て、これちょっとした屋台とかもあったりとか。結構ね、半日は潰せるよね、結構。そうそう。で、今から行くね、レストランは、私前イング来た時にちょっと気になってたレストラン、うん、ここ食べてみたいなと思ってたレストランに行きます。すごいね。満席です。来ました。美味しそう。牛肉麺。麺がさ、太麺なのめちゃくちゃ。になんかおかずみたいなのと付け合わせみたいな。とお茶ついて。そう、お茶がついたランチセットです。美味しい。すごいしっかりした歯ごたえの。ご飯、これもね、普通の白米とお茶で炊いたご飯。へえ。今ご飯食べたんだけど、その上が私の大好きなイーロンっていう茶器屋さん。
私の動画を見てる皆さんはご存知ではないでしょうか。ちょっと形が違うけど、こっちにあるよ。あった。私がお家でね使ってるガラスのケトルがイーロンです。これ買いました、このイングーの。そうね。そう、でいろいろ見てみよう。あ、お茶の香水とかあるんだ。面白。あとやっぱこういう茶器とかね、このね葉っぱの茶こし120元なんだけど、こういうのちょっと面白いよね、うん、カップの上にこうね置いて茶こしになる。これも持っててすごい便利なんだけど、ここに温度計付きのポット、ここにね茶葉入れて、このままこう沸騰させて適温になったら上げて、こうそのままね飲むっていう。これすごい結構便利なの。あとこれいいよね、茶葉入れてで持ってくボトル。こういうの結構会社でさ使ってる人いっぱいいた。ダブルオールかわいいね、おしゃれ。これ面白い、一杯分のお茶をさこう入れてこう出せるわけ。トラベルセットらしいんだけど、でお家でさちょっとこう一杯分作って飲むぐらいの量にすごいちょうどいいし、洗いやすそう。めっちゃこれすごいいいね。これもいっぱいよ。これもトラベルセット。本当だ。あ、こっちは陶器バージョン。台湾のお茶の文化ってやっぱすごいよね。ね。アイデアがすごい。日本にあんま売ってないもん、こういう。まずさ、お茶を旅先で楽しむっていうことがないから。そこで入れてね。そう。でも確かにそれありだよね。うん、これぐらいの大きさだったら持ってって、ちょっと旅先でさ、ほっと一息みたいな。お茶と一緒に茶器も成長してるっていうか。なるほどね。え、面白い。こういうのはすごく買って帰ったらいいと思う。小さくて持ち帰りやすいしね。なんか前、平日に来た時にこういうちょっとした出店なかったから、土日に来たらこういう風にイングレ陶器をね、巡りながらちょっとこう食べ歩きとかもできる。フワルチャも美味しいけど、これ素敵だね。
お茶体験どうでした？お茶体験、初めてお茶を入れてみましたけど、結構所作がね、難しいの。美しく見えるように、うん、私はちょっとすごい不格好、手プルプルプルってなっちゃったお茶入れてみたかったから、うん、体験させてもらえて嬉しい。なんか日本人も予約したらお茶の入れ方を教えていただけたりするみたいなので、うん、まあ、気になる方はチェックしてオンラインで予約してみてもいいかもしれないです。タイングをブラッと見て、1個ね、私が以前買ったダブルウォールグラスがイングにあるんですけど、なんかそれが結構皆さん可愛い可愛いっておっしゃってて、どこに売ってますかって結構コメントいただいたので、昔それをちょっとね、どこに売ってるか皆さんに共有したいと思います。雰囲気のあるスターバックスがある通りにあります。この通りです。あった、これです。ここのお店168、そう、168東急。ほら、売ってた皆さん同じのです。299元、これ中がね、緑になってるダブルウォールグラス、これはね、ここで買いました。ではイングを後にして次の場所に向かいます。いただきます。うん、おいしい。うん、結構なんかキャバのさ、渋みみたいな感じ、うん、さて、台北に戻ってきました。お土産を買いたいと思います。ティーデザートサウス、入ってみましょう。赤玉のクッキーとか鉄管門のクッキー、あ、これいいね。鉄管門とウーロン紅茶のセット、鉄管門パイナップルケーキ、気になるね。買いました、お土産。鉄管門パイナップルケーキ買いました。はい。何駅ですか？ミンチェンシェール。こちらの通りに来ました。今回はね、お茶を巡る旅ということで、たくさんね、こうお茶屋さんに行きたいと思います。これから行くのが、このすごい素敵な銭湯漢方ティーっていうところでお茶を楽しみたいと思います。
なんですね。見えます。甘い。蜂蜜。うん。美味しい。チョコレートとか。うん。感じる。おおすごい。かっこいい。あ、これお香なんですね。買って帰りたい。これもお茶のお香なんですか。漢方のお香。沉香でいう。あ、本当なんか落ち着く感じ。落ち着く感じ。銭湯見て山を見る。え、かっこいい。あ、待ってもっと気になるのある。これは入浴剤ですね。入浴剤です。めっちゃいいじゃんこれ。これ入浴剤が2つがあります。一つは例えばこれは温まるって書いてるね。足温くなる。そう温くなる。あとジンジャー。はい、わいいですね。こっちは何ですか。こっちはもっとストレス発散で、例えばバラとか緊張をほぐす。あ、リラックス。欲しい。買って帰ろう、うん、この辺。このミルク、ミルクティーですね。なんか漢方の、なんか体の養生の方法でバランスが絶対必要。例えばこちらは全部陰とか陽とかがあります。月と太陽、太陽、そう、いや全部なんかつながってつながってる、そのような漢方の世界です。なるほど。面白いね。うん。そう。こう。邪念が入ってるかな。そう、邪念が気がある。気がね、気を。銭湯漢方めっちゃいいお店です ね。すごいおすすめ。お土産買って帰るんですけど、あのこの漢方の入浴剤、これなんか煮詰めてお風呂に入れるやつと、あとねすごいいい香りだったからお香、落ち着く香り、あとは、バーム買いました。はい、はい、よかったね。うん、めっちゃよかった。皆さんぜひ行ってください。もうすでに大人気でしたね。はい、じゃあホテルに戻りましょう。はい、一旦ホテルに戻ってきました。もうね、暗くなった夜。早いね、暗くなるの、うん、今6時くらい。5時半。5時半、もう真っ暗です。今からね、ちょっとお腹はいっぱいというか、お茶をたくさん飲んだのでお腹はタプタプなので、なのでちょっとお腹を浮かしに夜市に行こうと思うんですけど、今から行く夜市は占いがたくさんある夜市に行きます。そこで来年の運勢をちょっとね占ってもらおうと思います。文鳥占いっていうんだよね。そうそう、よく行ってたよね、住んでる時も。ああ、俺もね何回か行ったことある。そうで、あなたも結婚の日にちを文鳥占いで決めた。なんかね、いいこと言ってくれるからね、好きなよね。そう、あとはなんかエンターテインメント性があるのでちょっと行こうかなと思います。これなんていう名前の夜市だっけ。ラオフイエス。ラオフイエス夜市にやってきました。ここで文鳥占いをしに行きます。すごい人だね。人気の夜市ですからね。で、文鳥占いはもうこの入り口入ってすぐ左のところらへんにあったよね。うん。わー、胡椒餅食べたい。胡椒餅美味しそう。あとで食べようね。ここです。このおじちゃんにやってもらいたい。你想问什么事情？到。これが仕事。他是仕事。工作了。这个他要问工作了。来，第一支签叫做井底之蛙。井底之蛙就是说你的工作，第一，你的工作不可以特定在一个地点。哦。何？あなたの仕事は一つの場所では完結しない。こうやっていつもいろんなところに行くこと。一番いいのはやっぱいろんなところに向かう、いろんなところを回ること。知名度が上がればお金がその分儲かる。あ、なるほど。
るほど、へえ。あなたが年を取っていたとしても、今の仕事ができなくなるわけじゃないです。だから心配せずに向いてる仕事を頑張る。今の仕事頑張ればいい。今の仕事はもうすごい合ってると思います。合ってるんだ。那你的工作是什么性质的？只是就这样子，那个我们自己拍影片，然后自己剪，然后那个播那个 YouTube。哦，对，那这很好，那个就是属于四方的啊，很好啊，那个不错啊。哇，那这样很棒哎，我觉得你的粉丝越来越多。对，粉丝越来越多。对，フォロワーがどんどん増えるでしょう。好的。对。哇。哦。对。好嬉しい。加油加油。啊，加油加油！ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。いい占い結果でした。毎回ここに来るとすごいなんかいいこと言ってくるから励まされる。ね、で今からすごい飲んでる。そうあのミシュランのビブグルマンとか。じゃーん、ゲットしました。もうね、人がすごかったので買ってちょっとね、出てきました。うわー、おい、美味しそう。うわー、カリカリだ。うん、めっちゃ美味しい。香ばしいね。うん、結構具もね、いっぱい入ってる。土曜日だからか、本当にすごい人。もうここ何回かやるけど、こんな人多いのちょっと初めて。うん、でも来年に向けて占いしてもらって気持ちが高まりました。来年も頑張ろう。五十嵐でいつも金柑レモンジュース。金城路に来ました。ここに来たのはですね、ちょっとあの彼がどうしても食べてほしいというおすすめのドーファー屋さんがあるとのことで、私はまだ行ったことないんですけど、食べましょう。行きましょう、はい、そこのドーファーはなぜおすすめなんですか？なぜおすすめ？はい、美味しいからおすすめ。美味しい。メニューが1種類しかないって聞きました。そう、あったかいか冷たいか。そう、あと素材の味で勝負してドーファー。なんかまあいろいろトッピングするのもいいけど、うん、純粋にドーファーが美味しいっていう。なるほど、楽しみ。あ、ここ、ここ、ここです。こちらのドーファーです。先生、うわ、来ました。氷なしと氷あり。もう本当にドーファーとピーナッツ、ピーナッツだけだ。シロップ、これを食べてほしいんですよ。シンプルな、うん、40元。はい、いただきます。うん、うまい。うまいでしょ。豆の味が濃いけどまろやか。このね、ピーナッツもね、いい味ですね。これね、一緒に食べた方がいい。うん、うまいでしょ。うまい。これちょっと違う店でもピーナッツ入れようかなと思うでしょ、これ。うん、私ドーファーなんかさ、好きなの感じと苦手だなって感じさ、うん、あるけど、こっちも美味しい。さっぱり系結構、うん、美味しい。いや、美味しかった。美味しいでしょう。うん、さっぱりつるっと食べれちゃうって感じの。ここはどの辺ですか？なんて名前ですか？ここは三重区。三重区、はい、で、まあ有名なルーローファン屋さん。一応新台北市含めて、うん、一番美味しいって言われてる、美味しいって言われてるルーローファン屋さんです。はい、私あのずっとね、ここのルーローファン屋さん食べてみたくって、ちょっと遠いんですけど今回来てみました。
まあ、なかなかね観光でここまで来ることはないと思うけど、うん、まあ、ちょっとどんなもんか食べてみてください。はい、こちらです。この青い看板のルーローパン屋さん。すごい美味しそう。これがショー、結構これがショー、ルーローファンのショーと白菜、あと豆腐、美味しそう、豆腐に玉が食べてみてください。いただきます。すごいいっぱい入ってるね。うまっ。とろとろ、とろとろよね、ここね、うん、めっちゃうまっ。もうシーメンの天天びとこっち、こがくこがく、こっちはとろとろ。そうね、豆腐食べよう。何がかってんだ、これ。同じよ、同じタレで煮込んでる。え、最高じゃん、絶対美味しい。うまっ、想像通りの味だわ、これね、うん、白菜のとろとろ煮みたいなやつ。何これ、絶対美味しいじゃん、味想像つくんだよ。美味しい。これちょっと豆腐とも食べに来る価値あるかも。全部美味しい。めっちゃ評価高いよ。うん、え、言っていいかも。ほんと味だけで言ったらここが一番好き。おー、マジでリアル、マジでリアルに。いや、美味しかった。よかったね、来て、うん、ここ、なんていうんだ、ジンダールローパン、ジンダールローパン、美味しい。ナンバーワン。おー、はい、1位。この前なんか何かの Vlog で、うん、ティエンティエンディが一番好きって言ったかもしれないんですけど、うん、ちょっと個人的なランキングで今1位踊り出ました。遠くまで来て食べに来る回あるかも、うん、それぐらい美味しいです。ジンダールーローパン、はい、ぜひ行ってみてください。今日はこの後ホテルに帰って寝て、明日またね最終日楽しんでみたいと思います。ではおやすみなさい。Day 3です。今日は最終日なんですけど、この旅の最後にお茶を飲みに行きたいと思います。私の大好きなリクイッドアンバーというティールームで台湾茶を楽しんで、この Vlog をね終わりにしたいと思います。前回の台湾 Vlog でお土産のところを紹介したんだっけ。そうそうそう、昔ね一回そのティールームにお茶飲みに行ったことあるんだけど、とっても素敵なとこだから皆さんに紹介したくって、あのね今回シェアさせていただきたいと思います。それでは行きましょう。リクイッドアンバーは結構ね、あの看板がないので、あの迷子になるので、最初来た時迷ってる。そう、全安公園が目印なんで、公園沿いを歩いていくとこちらです。ちょっと今日朝早いからお店がやってないから余計分かりづらいんだけど、あのここにね結構あの素敵なおしゃれなね文房具屋さんがあるんですよ。この文房具、この文房具屋さんの2階で、目印はこのランプ。
と全然違う。あっと。種類があって美味しいけど、その全ての経験含めてってところ、台湾茶ってすごくいい。台湾に1年住んで、こうやってティールーム行ったりとか、台湾茶買って飲んでみて、すごくそのお茶が好きになったってところもあるか、うん、日常的に楽しむってことを教わった気がする。だから旅先でこうやってさ、ちょっと時間をかけてこうやってお茶をね、ここだけじゃなくても台湾茶を入れてもらって、楽しむ時間っていうのを設けるのすごくいいと思う、うんうん、コーヒーのブリューバッグみたいなのに入ってるから、お注いでね、飲めるの、うん、これがすごく私のおすすめ。あとこうやってさっきこれ、ね、お茶体験した時に器も買えるし、これもなんかそう茶葉でつけたので、これもいいよね。150円ナンバーでとっても素敵なお茶体験をしてきました。お土産も買っちゃって、でそんな感じで2泊3日で台湾茶を巡る旅をしてきました。で私自身もともとお茶は大好きだったんですけど、お茶を作る過程とか、あとは道具とか、他にもいろんな方法でお茶を楽しむことができるっていうのを知ることができました。ぜひ皆さんもね、台湾に来られた際にはいろんなところでお茶を見かけると思うんですけれども、ぜひ、ね、台湾茶楽しんでみてください。では最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。キックでした。バイチェーン。When I'm with you, just give a little bit of your heart, give a little bit of your heart to me. Just come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow.
I got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you. 皆さんこんにちは、ミクです。猫ちゃんの話の時猫ちゃんテイク2。はい、お茶猫、お茶猫かな、お茶猫。すごい懐っこい ね。お茶猫、お茶猫、目がお茶の色してるよ。のガイドの方におすすめされたルローファン屋さんに行ってみたいと思います。感恩你哦，拜拜。谢谢谢谢光临。ジミーさんおすすめの、ま、全部ルローハンが入ってるんですね。でパイク、あと鶏の桃、うん、フライド、そしてあの魚のステーキ、ね、これは豚足、豚足ですね。豆腐、新菜、豆腐だ、厚揚げ豆腐、美味しそうだ、タケノコの炒め物みたいな。美味しそう。これが普通のオリジナルルローハン、これがエビオール、そしてパイク。いただきます。ありがとうございます。美味しい。あ、うまい。あ、エビもうまい。本当？え、美味しそう。あ、美味しい。めちゃくちゃ美味しかった。ここはなんだっけ、ヨンチュン、え、エイチュン、ヨンチュンです。ジミンさんがもう一つ近くのドーファーが美味しいとこあるよって出てってくれます。はい。え、すごい、ここの場所に看板のないドーファー屋さん。え、名前も看板もないドーファー屋さんです。昔はそのこうやってね、手で持って、あ、担いで売ってたから、未だに看板も名前もないんだって。面白い。で、一応住所だっけ、ここですよ。50年前からやってた。へえ。ピーナッツドーファーが有名らしい。へえ。わあ。シェ。シェ。シェシェ。好吃的话，他们小时候就吃花生豆。美味しそう。ジミーさんのは緑豆ですね。豆の。ユートの日本語はわからない。ユートトッピング。真的，我真的觉得。このね。你们觉得不失望吗？このドーファー鍋にホロホロ。うん、ベーコン。うん。うまい。なお、しなべないで。うん。